清滝信弘6月24日帯は日本の経済学者、プリンストン大学教授、専門はマクロ経済学、大阪府出身、ニューケインジアンであり、マクロ経済学のミクロ的基礎付けを行っている。経済に対する小さなショックが生産性低下の循環を引き起こすメカニズムを示した、清滝イコールムーアを構築したことで知られており、 トムソン・ロイター引用栄誉賞を受賞するなど、ノーベル経済学賞の有力な候補の一人として注目されている。東京教育大学附属高等学校卒業。東京大学教養学部門下三類から、東京大学経済学部へ進学し、宇沢博文ゼミに所属。ゼミの同期生には、宮川勤がいた。1978年に、 東京大学経済学部卒業。ハーバード大学大学院修士課程修了。1985年に、ハーバード大学大学院博士課程修了。ハーバード大学から経済学の PhD を取得した。ウィスコンシン大学で6年間助教授を務め、ミネソタ大学で6年間准教授として、教弁を取る。 その後と英子、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスで10年間教鞭を取った後、2006年にプリンストン大学に移籍した。プリンストン大学に移籍後も LSE には客員教授として在籍し、2010年は LSE でマクロ経済学の講義等を行っている。聖火の清滝家は大阪府池田市に本店を置いていた池田銀行創業家である。父、清滝和也は、 元池田銀行頭取で、内外女中岐区社長、上山薫の長男、元池田銀行頭取清滝孝二郎の長女の子である。2011年4月の時点で、日銀に対して、もっとデフレ対策に力を注いでほしいと不満を持っていた。インフレを起こすのは論外ですが、デフレが続くのもやはりよくありません。デフレを止めるために、 国債だけではなく ETF や離島など実物資産をもっと買っても良いと思います。名目賃金が過去20年ほとんど上昇していないというのは言語道断でしょう。せめて毎年1から2%程度の賃金上昇を維持するような政策運営をしてほしいところです。清滝信弘懸念は財政、金融政策で 名目賃金の上昇を引く日経ビジネスオンライン2011年4月11日2016年2月に日銀が導入したマイナス金利政策に関して短期的にはデフレに戻る危険があったので多分それは正しかったが長期的には本来は投資を続けるべきでない分野とかあんまり投資すべきでない分野に資金が行くのが大きな弊害になると述べている TPP について、最終製品になるまで国境を複数回またぐ、中間財の貿易が比重を増しているため、関税撤廃を進める環太平洋連携協定に加盟しない場合、世界貿易の輪から取り残されると述べている。ありがとうございます。